近代地公介新紀郎島の情熱。新紀郎島の情熱は横溝正史の短編推理小説。近代地公介シリーズの一つ。本作は1954年にオール読み物9月号にて発表された。本作では、車井戸はなぜキシルで用いられたアリバイトリックをアレンジすることにより別の効果をもたらしている。なお、本作に登場するランチの運転手。 佐川春夫の名前と彼による自転車に関する証言や犯行動機の詳細などは単行本化の際に書き加えられたものである。本作は第8回日本探偵作家クラブ賞の候補作品に選出されている。夏の終わり、年に一度の西洋に、久保銀作りの果樹園に訪れた金大地光介は銀作りと二人で彼の友人である、志賀泰蔵に会いに、 瀬戸内海に面した町の宿屋に来ていた。太蔵はアメリカ帰りの資産家で瀬戸内海の沖の小島に竜宮城のような豪邸を建てていた。太蔵は帰国後、親戚の村松委員で看護婦をしていた静子を見染めて彼女と結婚し宿屋で二人に会った。彼は妻の妊娠を喜んでいた。しかし彼にはアメリカ時代の約20年前に最初の妻、 イボンヌを友人のヒガミシロウに殺された過去がある。タ蔵が村松家の次男、シュゲルのツヤに出かけた後、夜の12時少し前になって、船着き場に来た金大地と銀作りは、自家用のランチのそばで酒に酔ってひどく命定し、ランチに乗り込むや泣き出したタ蔵の姿に戸惑う。さらに、ランチで沖の小島に向かう途中、タ蔵はヒガミを家に住まわせていると告げる。 太蔵の家で眠れぬ夜を過ごす二人は、明け方近く、太蔵の号泣する声に駆けつけると、日神と女中たちの前で泣き叫ぶ大さ三の腕の中で、静子が死んでいた。近大地は、日神が、俺じゃない。俺は何もしなかった。とつぶやくのを聞く。静子は、腰巻き一つの裸体で、その喉には大きな親指の跡が二つつついていた。さらに、枕元には、 疑眼が転がっていた。教授を聞いた村松家の長男、トールは近代一たちに、艶での出来事を話す。弟の茂が、死の床で、看護婦時代の静子と恋愛関係にあって、彼女の結婚後も茂が倒れる3月頃まで、その関係が続いていたと告白した。その遺言と静子のお腹の中の子が茂の子かも、知れないということを、村松医師が、艶の席で、 大蔵に語ったのだと。そして、トールは、その秘密を知った大蔵が、劇場に駆られて、静子を殺したのだと思うと口走る。金大地がトールに義眼について、心当たりがないかと尋ねると、側に控えていた滋賀家の老女中のお脇がそれは、シゲルの右目のものだという。その後、ランチに乗って、村松家を訪れた金大地が、村松一家にシゲルの義眼が締め殺された。 静子の枕元に転がっていたことを告げると、一家全員が驚愕する。そして妻の安子は、シュゲルのことを憎んだ大蔵が、通夜の間に義眼をくりぬいて、それを突きつけて、静子を攻めた挙句に嫉妬に狂って締め殺したに、違いないと言う。帰りのランチで、腰掛けの隙間に静子の腕輪を見つけた近代地は、蓋のように開く腰掛けを開いてみると、中は箱のようになっている。 そして箱の中を見つめていた金大地は銀作りにこの箱の中に人間を一人押し込むことができると言い,い、さらに蓋の裏側にくっついている長い髪の毛をつまみ上げる。沖の小島の家に戻った金大地たちは岡山県警本部から駆けつけた磯川警部に出迎えられる。磯川警部は犯行時刻が昨夜午後11時から午前1時頃までの間であることを告げる。その後、 お秋とひがみに尋問した近代地は事件の真相を磯川警部と銀作りに語る。ありがとうございます。